メイト黒崎は、福岡県北九州市八幡西区黒崎の商業、施設ビル、及び黒崎メイトを運営していた企業。黒崎祖号、ジャスコ黒崎店を各テナントとして1979年に開業したが、2000年までに両社が撤退。祖号の後継に、井筒屋黒崎店を迎えたが、これも規模を縮小し、財務状況の悪化に伴い2020年に、 経営破綻した。株式会社名と黒崎は、黒崎駅東地区第一種市街地再開発事業により、1979年10月6日にオープンした商業ビル名と黒崎ビルの保留床の大部分を取得するとともに、権利床、保留床を含めた管理運営も合わせて行う目的で設立された。開業時の店舗構成は黒崎駅寄りに、 黒崎祖号、東端にジャスコ黒崎店、両店の間に、名都専門店街という構成であった。黒崎祖号は、祖号グループの経営破綻に伴い、2000年12月25日に閉店した。北九州の副都心である黒崎の中心地にある、巨大ビルの半分が閉鎖されたままという状態による、イメージダウンを懸念していた地元の強い要望もあり、 黒崎総合跡には、長崎や黒崎店向かいにあった黒崎井豆津屋が2001年10月に移転して開業した。また、これに前後して、ジャスコ黒崎店から業態転換していた黒崎フォーラスも1999年に撤退し、跡地は、メイト、黒崎運営のファッション専門店街、メイトエンポリアムとなった。こちらは、その後、 メイト黒崎が直営していた建物中央のメイト専門店街と統合された。同形態以降は、井筒や黒崎店が黒崎メイトの西側に入居。メイト黒崎は東側の専門店街部分を運営する。また、黒崎メイト1階には、かつて西館に入居していたイオングループのマックスバリュー九州が展開するスーパーマーケットのレッドキャベツが大型テナントとして入った。 名と黒崎にとって救世主となった伊豆津屋も経営不振に伴う賃料の低減要請を行い、名と黒崎側はこれを受諾伊豆津屋本体の経営不振は続き、2018年には2019年5月末で黒崎店の営業を終了すると発表した。しかし、地元の強い要望もあり2019年7月まで現状のまま営業し、 翌8月1日より規模を縮小しての営業継続が決定した。これまで西建ての全館で入居していたところ、1階から3階までに大幅に規模を縮小したため、メイ黒崎の収入が減少したことや、井筒や撤退部分への後継テナントの入居も決まらず、さらに大型テナントのレッドキャベツが2月で撤退することを発表したことなどの理由から、 メイ黒クロサキは2020年1月24日、東京地方裁判所に破産を申請。不債額はおよそ25億円に上り、裁判所から保全管理命令を受けた。同社が運営する専門店街も、これにより、同年4月末で営業を終了する予定で動いており、大型テナントだったベスト・電機も4月末での撤退を発表している。運営会社のメイト黒崎・クロサキ、 直営の黒崎メイトは4月30日での営業終了へ準備を進めていたが、各テナントである井筒や黒崎店の営業終了予定が8月17日であることなどによる交渉結果で同日での営業終了に変更となった。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の発令により、4月9日より5月15日まで臨時休業した。 名と黒崎は臨時休業期間中である5月11日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。その後5月16日より営業を再開したが再開後はテナント数が25店舗となっていた。8月17日の黒崎五つや閉店をもって立体駐車場を含むすべてのテナントの撤退、ビル営業事業が終了した。名と黒崎の建物は 破産管罪人によって売却される予定である。AB 追放、貸し店舗業の名と黒崎、破産手続き開始決定債二25区 JC、ネット、2020年5月21日、AB 株式会社名と黒崎第40期決算、広告 AB 流通会社年間1990年版、日本経済新聞社、ピアニッシも25から 26AB、 黒崎商船に市原再開発ビル、名都観光。西日本新聞。九州市、名都開店黒崎ショッピングの新拠点。朝日新聞。市街地再開発事業事業完了地区黒崎駅。東地区北九州市公式サイト2019年5月3日。閲覧、そごう8店舗が閉店。いずれも引き受けしないまま。さよならそごう小倉。黒崎店涙のラストで。 朝日新聞、ウィークリーダイジェスト伊豆ツヤ黒崎店アート3月に、専門店として、オープン在海九州2002年1月号、遠隔。伊豆ツヤ、2018年9月30日閲覧。伊豆ツヤ、コレットなど3点閉鎖へ、営業不振、賃料を重く。日本経済新聞、日本経済新聞社、2018年7月31日閲覧。 伊豆津屋黒崎店に移転、閉店せず営業継続8月からフロア縮小、黒字の見通しついた。テレビ西日本。2019年2月26日閲覧。伊豆津屋が入居、メイト、黒崎破産専門店街は4月末、閉店北九州市西日本新聞。AAB 黒崎メイト会社が閉店決める。NHK、2020年1月24日。 2020年1月27日閲覧、地元黒崎に衝撃走る、にぎわい、どうなる、メイト破産手続き西日本新聞。2020年1月25日、2020年1月27日閲覧、黒崎メイト閉店時期変更に関する、お知らせマイナス2020年4月8日閲覧。AB 北九州、黒崎メイト運営会社。 破産手続き開始朝日新聞2020年5月20日、さよなら5つ屋黒崎店北九州、黒崎の、顔、60年長の歴史に巻く。西日本新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.nishinipon.co.jp スラッシュアイテムスラッシュ n スラッシュ636370スラッシュ2020年8月20日閲覧。 ありがとうございます。